What is happening, guys? Cowboy here, and we're ready to continue. So, we use the little puppy here, and you can basically go back in time. And what that really does is it just puts you back into town, pretending everyone's there. But the benefit of that is that I can, you know, do stuff like this, like upgrade my equipment, and go and talk to a bunch of people and pick up new skills, like, or I just pick up air move from Mikasa, extending the jump range abilities. So, make sure to do that every now and then, but either way, let's continue on. Basically, spent all my stuff to upgrade my mining towers to level 2, and then everything I had left over, I put into training. それはあの巨人を追い抜いて大丈夫なはずないだろう。奴は知性を持って。どう動くにせよ、体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻る。一人で行くつもりなの？とにかく落ち着け。No, I go。無茶だ。Senpai cannot wait. Senpai has things to do. あいつしてやるか。無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。おお、ダメージ。私も手伝う。中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦各地の情報とは違う。私たちは信じて探してみよう。 なんとか死ねえと。くっそ、巨人の接近を許すとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。力だろ。やったな。相手してやるか。知性のある巨人が。 エレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか。リヴァイ班、こんな所にいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには。Upgrading the blades was definitely worth it. 順に回って情報を集めてみようよ。 なんとかしねえと。相手してやるか。なんでこんなところに巨人がいるのよ。あそこで戦ってる。急いで加勢しよう。 All the goodies that are inside your legs. Up and around. やってやるよ。リヴァイ班を探してるんです。見かけませんでしたか？え？リヴァイ班は全然違う配置じゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく。 I was at a poor angle. Came in directly from above. Came in there. It's like he's pinching his neck. Better help, Connie.
Also got a new horse. It's not as fast. My speed is just slightly slower, but... It has a better stamina, so... Hi, base. Did not fully restock items. That was like a half-ass restock. I got gas at least. Less speed, but like 100 more stamina. Probably worth it. The sprint speed is all you really want to do when you have these horses. First thing I gotta do is get Sasha. I don't have to, but helping Sasha will help me. Destroyed. おかげで突破されずに済みましたよ。でも命令の目的がわからないんですよね。やってやるよ。 討伐に手を貸してほしいんだ。 助かったよ。 僕にもよくわからないけど、 ここで巨人を食い止めろって命令なんだ。 You set up a level 3 base? Oh shit! Hell yeah, dude. ありがたいね。 That's what I'm fucking talking about. Let's go. Full gas. やってやるよ。ほら、やった。ほら。なぜこんなに巨人が現れるんだ。いたよ。急いで助けよう。拠点を頼むぜ。 知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班を見ませんでしたか。確証はないが、隊列を見た気がする。おかしいな、こんな位置にいるはずないのに。この辺りの班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、エンダーだよ。あっちに誰かいるんだ。行ってみよう。
What the fuck, dude? How am I gonna go from a sneak attack into this guy's mouth? Krista was ところを襲われちゃって知性のある巨人がエレンを狙ってるんです早く兵長とエレンに伝えないと知性のある巨人分かった案内するあなたは私の伝令任務を代わってくれるわかりましたあとは頼みます Hey guys. あの赤い円弾が見える兵長たちは今あっちの方向にいるはずだよ Yeah. Yeah, I'm here. Levi, 兵長、知性のある巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？ 一体何がどうなってるんだ。はい。余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。The Gamer's fighting a big one. おい、お前、手伝ってくれ。 Okay, I made an artillery, I want gas. Awesome. I think I maxed out her friendship bar already, but I'll still help her. Megatの巨人により 右翼側が壊滅した調査兵団だったが撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した兵長ここ森ですよこんな場所じゃ巨人の接近に気づけません分かりきったことをピーピーわめくなもうそんなことできるわけねえだろ お前ら剣を抜け! 姿を現すとしたら一瞬だこの森の中じゃ事前に回避しようがない兵長立体軌道に移りましょう今兵長指示をくださいやったなこの班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ命の限り俺を監視するためなんじゃ 俺たちはこのまま馬でかける。リーダー。かけるって、一体どこまで?
それに、奴がもうすぐそこまで。なぜ、リヴァイ班がやらなくて、誰があいつを止められるんですか。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。なんで俺は、人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろう。やめなさい、エレン。巨人化が許されるのは自分の命が危うくなった時だけ。エレン、お前は間違ってない。やりたけやれ、俺には分かる。どんなに力で抑えようともこいつの意識を服従させることはできない。俺たちの判断は当てにしなくていい。選べ、自分を信じるか、俺やこいつらを信じるか。エレン、信じて。遅い、さっさと決めろ。進みます。Such a badass scene. 俺とは一旦別行動。適切な距離で、あの巨人からエレンを隠せ。いいな。そうか。あの巨人を生け捕りに。どうだエレン。あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞ。バーン。Nice. It's very rare that an episode wraps up in under 20 minutes, but this one does. So either way, thanks for tuning in, and we'll catch you guys on Friday with another one.